医療機関などの負担軽減につながることが期待されます。新型コロナの陽性者について佐賀県は今日、これまでの全数把握を見直し、発生届の対象者を限定する方針を国に伝えました。佐賀県が今日明らかにした方針では、医療機関に求める陽性者の発生届について、65歳以上の高齢者、入院を必要とする人、重症化リスクがあり治療薬などが必要な人、妊婦に限定するということです。これまでの全数把握では、医療機関に対し、すべての陽性者の氏名や生年月日、発症日、症状、基礎疾患の有無など詳細な報告を求めていたことから、この負担軽減を図る目的です。発生届の対象外になる人については、保健所からの連絡はなくなる一方、県は医療機関に資料を配布してもらうなどし、自宅療養支援センターと確実に連絡が取れる体制を整備するほか、必要に応じて生活物資の支援などを行うとしています。発生届の限定はあさって31日から適用される見通しです。